お台場 TV をご覧の皆さん、こんばんは、服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間はお台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイちょっと音がしてた。さて今週のメンバーは第13期シーサイドイメージガールの亀津美優と同じく遠山レリです。ラジオ本番に向けて準備はどうですか？もうバリバリ大丈夫ですね。ちょっとルンちゃん声が心配だけど、はい、それでは亀ちゃん本日のラインナップを元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、お台場の魅力を紹介するお台場プレゼンショー、そしてお台場に関する質問をお答えするこちらがお台場探偵局と続きます。そして午後8時20分頃からウィークリーパーソニティのコーナーです。今週のウィークリーパーソニティは山崎千尋さんがお送りいたします。そして最後はエイターテインメント情報。今週はリベンジマッチとアデルブルーは熱い色をご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお届けするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込みを一言ずつ、亀ちゃんから。はい、今日も元気よく頑張ります。るんちゃん。はい、1時間楽しく元気に頑張ります。お台場レインボーステーションスタートです。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第13期シーサイドイメージガールの亀津美優です。同じく遠山瑠璃です。今週からナビゲーターを務めます、服部あゆみです。お願いします。ありがとう。もうね、今日亀ちゃん初めてで楽しみにしてたんだ。今週からね、レインボーステーションもこのように13期が中心になっていくと思います。13期一人一人のいいところが伝わるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、はい、一昨日から新年度がスタートしましたけど、近況とお話しようと思ったんだけど、ね、ちょっとルンちゃん心配だから先に。そうですね、はい、私、はい、ですね、土曜日から風邪をひきまして、喉がちょっと今悪くて、うん、でもだいぶ治ってきて、ヘッドホン越しだとかなり、うん、そうそうそう、思った、ちょっと自分でもちょっと嬉しかった。でも熱も下がったから、もう大丈夫、はい、大丈夫です。熱も下がったから心配でね、さっきからちょっとね、大丈夫ってずっと言ってたの。カメちゃんは？まあ全然元気よく頑張ってますね。4月1日から今度大学3年生なので、うん、そうですね。いや同じですよね、同じ学年。そうだからね、なんか挑戦する、うんうん、いろいろ、うん、挑戦する。じゃあカメちゃんの挑戦にも皆さん注目してください。さて、皆さんからのツイッターメッセージもお待ちしています。それでは番組インフォメーションをカメちゃんお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソニティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。音楽は流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。カメちゃんありがとうございます。はい、ではここで1曲お届けします。私の応援歌のテーマでルンちゃんに選曲してもらいました。ルンちゃん、曲紹介お願いします。はい、生き物係恋する乙女。るんちゃんだいぶ声、うん、大丈夫、鼻詰まりがちょっとたまにね、
応援歌ってテーマなんだけど、なんで恋する乙女に？そう、それが今春ってことで、ちょっと恋の季節かなと勝手に解釈し、うん、私すごいこの曲が大好きで、カラオケでもよく歌うんだけど、そう、みんなに届ける恋愛応援歌としてどうかなって思って、みんなに春が来ますようにも選びました。絵が、ああ、テーマ曲だったんですか。違う、そういう風に選んだ。あ、選びました。ごめんね。映画見ました。ごめんなさい。そっか、え、じゃあ声が治ったらカラオケで、歌いたいね、ぜひ。早く治してほしい。一緒に行こう。カラオケ。カラオケ。知ってた？声するのって分かる？いや、分からないか。生き物係好きだから。本当に良かった。アルバムは全部持ってる。すごい。すごい良い曲だからね。聞いてみたい。聞いてる。うっすらね、聞こえる。聞こうかなって。生き物係ね、共感する。そう、歌詞がいいし、みずみずしいボーカルだね。かみちゃんカラオケでどんな曲歌うの？気になる。カラオケね、下手なの。下手なから全然いかないの。下手ないから全部聞く。うん。そう。あ、こうやって。歌わないで。そう、もう盛り上げる方。タンバリンとか。そうそう。プーって。盛り上げるのね、絶対カメちゃん上手いでしょ。もう歌がね、音痴すぎて。でもさ、音痴なところもさ、絶対カメちゃんだったら許せちゃうよね。いやいや。え、上手いですか？私は音楽経験があるので、バンドをね、やってるので、そう、歌は歌えるんだけど、なんか曲選びが難しい。カラオケで。あ、そうだよね。AKB とか歌う。あ、いいね。可愛い。へえ。AKB 歌ってみたいな。カメちゃんは踊りとかしながら。あ、踊ろう今度。あ、三人でカラオケで。踊って二人は歌ってればいい。うちは踊る。ダンスだね。別々なのね。パートがね。カラオケなのに。はい。面白い。ダンスさんと。るんちゃんは生き物係以外に何か歌う曲ありますか？う、ね、歌う曲は、うん、そうだね、 AKB も歌うし、あ、広い幅広い、意外、嘘、歌うし、歌わなそう、本当に、うん、でもね、 HY とかも、あー、いいねー、いいね、いいね、いいね、高いよ。いいね。それ鼻歌で結構歌う。鼻歌で？音痴わかんないじゃん。大丈夫だと思うよ。鼻歌歌えればね、そこからカラオケ上手くなる。風呂場で歌えば響くからね。そうそうそう、上手いなって思っちゃう。天然リバーブがね。そう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 。そうなの、そうなの。風呂場か、風呂場はもうおすすめ。おお、おすすめカラオケボックスはお風呂場ということで。本当に音痴な人はカラオケです。はい。いや、教えてもらったけど。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。4月5日シンボルプロムナード公園で東京ファミリアプロジェクトお台場手作り市が開催です。4月6日東京都水の科学館でコンロのパフォーマンスショーが開催です。4月13日東京カルチャーカルチャーでリアル謎解きゲーム5歳から始めるチャイルド挑戦が開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。さて続いてはこのコーナー。このコーナーはシーサイドイメージガールがお台場の魅力をさまざまな方法で紹介します。シーサイドイメージガールとしてその名にふさわしいお台場のプレゼン紹介をしてもらい、私服部あゆみが判定します。判定は番組宛てのツイートと私の独断と偏見で決めちゃいますよ。はい。この立場に来ましたね。ちょっとどんよりしたね。私さっき始まる前からずっとね、亀ちゃんとかね、プレゼンやだな、一番苦手みたいな話を。そうだからいいなって思ってるの。なんかそうやんないじゃん。そう。なんかその様を見ているのがね、私の楽しみなんだよ。怖い。じゃあ今回のテーマ発表ですよ、はい、今回のテーマは
チロルカフェです。チロルカフェはヴィーナスフォートにあって愛犬と一緒に過ごせる癒しのカフェです。さて、Are you ready? OK! 明るかった。ではまずカメちゃん、お台場プレゼンションお願いします。はい、私はですね、青森県出身ということで、今回津軽弁を交えて、はい、発表したいと思います。では準備は Are you ready? イエイ。 OK! はい、じゃあこれからいきますよ。お台場、あ、間違ったお台場のヴィーナスフォートに犬と一緒にご飯食べれるカフェがあるらしいな。チョゴのカフェだと思ってたけど違うんだな。あ、森柄、花と太郎連れて行くじゃ。とっ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 と、今連れてきたじゃ。わいは、犬用のメニューもある。これだわ、梅メニューもバグバグ食べれるな。わいや、梅し最高だじゃ。はい、以上です。おー、なんかすごい、なんかね、ちょっと分かんないところもあったんだけど。そう、分かんないよね。聞いてて楽しい、うん、楽しかった。なんかさ、津軽弁、そう、意味分かんないかなって思ったんだけど、そう、美味しいね、最高だなっていう意味、最後。なるほど。そう、わや梅し最高だじゃって。すごく美味しいし、ヨーロッパの言語みたいじゃない。そう、フランス語っぽいって言われてますね。じゃあ次は、はい、ルンちゃんのプレゼンションお願いします。はい、私は、愛犬になったつもりでやります。新しい新しいはい、いきます。13期シーサイドイメージガールの遠山ルリちゃんの愛犬、私ルルちゃんです。今日はお台場ヴィーナスフォートにある愛犬と一緒に過ごせるチロルカフェに連れてきてもらいました。ルンちゃんと楽しくご飯を食べに来れるこのカフェは私のお気に入りです。帰りはお散歩、楽しみルンルン、皆さんもぜひ行ってみてね。最後声がおかしくなっちゃった。かわいい。もう犬でした。犬になりました、うん、ルルちゃんはルンちゃんに似てるんですか？いない。あ、かく、絶対言うと思ったよ。だからルンちゃんにしたの。じゃあルルちゃん、ルルちゃんにした。ルルちゃん、かわいい。今日のプレゼン難しいですね。皆さんのツイートはどんな感じなのかな。どれ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 、なんか意外とさっくり決まると思ってたら、うん、難しい。あ、でも、お、津軽弁何言ってるか分かんない。津軽弁分かんねえよな。すごいね。すごい。なんか津軽弁ってフランス語に日本一聞こえる言語なんでしょ。そう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 。なんかイントネーションとかがそうらしいですよね。じゃあそれを理由に決めます。答え言っちゃった。じゃあ今回のプレゼンクイーンはカメちゃん。あ、初めて、嬉しい。これもうね、結果残せた。今日で津軽弁ガールになってください。じゃあぜひお二人の視点でチロルカフェに行ってみてくださいね。以上、お台場プレゼンショーでした。始まりました。こちらがお台場探偵局。このコーナーではお台場についてのふとした疑問など、お台場に関する基本的な質問や、お台場のデートコースなどちょっぴりラブな質問をリスナーのあなたから募集し、イメージガールが調べて質問にお答えします。早速メールをご紹介します。ラジオネーム花丸子さんからです。イメージガールの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもサイマル放送で楽しく聞いています。今度お花見をしようと家族でお台場に行きたいと思います。今年4歳になった娘がいるので、外で体を動かして遊びつつお花見できる場所はありますか、うんうん、お台場にアスレチック的なものがあると嬉しいですね、うんうん、ということでね、うんうんうん、なんかこうショッピングとかね、うん、のイメージだけど、アスレチック的なものあるんでしょうか、うんうん、ということでこの質問にルンちゃん、お答えお願いします。はい、はい、今お台場は桜が結構綺麗に満開で、はい、それで、たくさん花見ができるとこあるんですが、うん、その中でも潮風公園はいかがかなと思いまして、でなんか花丸子さんに合ってるのではないかと思って、うん、ちょっとチョイスしたんですけど、はいはいはい、花見とアスレチックがセットになった場所っていうのがちょっとなかなか難しいんですが、うん、潮風公園は、うん、
公園南中央口から噴水広場まで一直線に続く水と緑のプロムナードに植えられたワシントンヤシと、うん、あと桜の並木が見える。桜並木、ヤシと桜、すごい、ね、なんか和洋折衷みたいな感じですよね、うんうんうん、そう、それでピクニックにもすごいおすすめなところなので、うんうん、そのピクニックに行ってからお台場のその観覧車だったり、うんうんうん、メガウェーブだったりに行くのも、うん、行くコースはどうかなっていうのを一日中楽しめる、うん、場所も変えれば何でもできるんですよね、うんうん、いいな、いいな、いいかなって。そっかそっか、楽しそう。いや花見行きたいな。お花見まだ行ってない？行ってない。じゃあお台場で今ね、そうだね、ルンちゃんのおすすめの、そうだそうだ、ルンちゃんコースに、潮風公園、うん、ルンちゃんも、ま、お花見はまだまだ。じゃあ散る前に花冷えしないように洋服着て。そうだね。ルンちゃん今日半袖なのでちょっと寒そうだなと思って思った言ってしまいましたけれども、じゃあね、3人でカラオケ行きつつお花見もできるね、うん、そう、宴会ですね。宴会だね。宴会です。じゃあ潮風公園ぜひ行ってみてください。ということで花丸子さん、参考になりましたか？このコーナーではお台場に関する質問を募集しています。ぜひ質問をくださいね。お待ちしてます。はい、さてこの後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はトランペット奏者の山崎千尋さんと、バンドの、ルート14バンドからギターの水さんでお送りします。さてここでアイドリングの派生ユニットアイドリングネオの皆さんにコメントをいただいております。皆さんとはまた後半にお会いしましょう。
毎週この時間はウィークリーパーソナリティとして週ごとにアーティストをお迎えしてお送りしています。今週は私服部あゆみがナビゲートして素敵なアーティストをご紹介します。今週のウィークリーパーソナリティはトランペット奏者の山崎千尋さんとルート14バンドのギター水さんです。こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いします。トランペットを吹いております山崎千尋と申します。それから一緒にバンドやってますギターの水です。今日はこのお二人と一緒にお送りします。はいありがとうございます。トランペット奏者の山崎さんですが、はい、2010年にご自身のバンド山崎千尋プラスルート14バンドを結成され、2011年にアメリカロサンゼルスツアーを敢行、2013年サウスバイサウスウェスト2013全米8都市ツアーも行い、現在ジャンルの枠を飛び越え人の心に響く音楽をモットーにライブ活動など幅広く活動されています。そして2014年2月12日にアルバムグッドワンをメジャーデビューグッドワンでメジャーデビューされました。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。今トランペットもね左手に抱えていただいてこのスタジオにトランペット持ってねいらっしゃった時に、ね、ちょっと興奮しちゃいましたそんな持ってきちゃいました、はい、トランペットと山崎さんの出会いって何だったんですか？はい、これはですね、中学校の部活で、はい、音楽に関わる部活に入りたいなと思ってうろうろしてたら吹奏楽部があってですね、で本当はフルートやりたかったんです。先生フルートやりたかったですけどって言ったんですけれども、なんかこう組み立て方を間違えて小指とかが届かなくて、はい、組み立て方ですで、たどり着いた先がトランペットという楽器で、はい、この楽器は押すところが3つしかないんです、ボタンが。なので小さい手でも吹けるということで、それから夢中になってトランペットを吹いてます。なるほど、山崎さんの手にぴったりフィットした楽器だったってことですね。はい、運命を感じますね。運命ですね。そうなんですよ。では、はい、本日は水さんもいらっしゃるということで、お邪魔してます。ルート14バンドを組むきっかけなんか教えていただきたいんですけれど、はい、始まりはやっぱりジーロの方から、ソロでバンドをやりたい、まあ、ソロっていうかおかしいか、バンドをやりたいっていう。そう、で今までクラシックとかブラスバンドみたいのでいろいろやってきた中で、はい、まあ、バンドを組みたいっていうのがあって、その時に周りにいた、まあ、ミュージシャン。そうなんですよ、うん、まあ、これ限定だったんだよね本当はね。そうそうそう、本当に今中学校で出会って、はい、トランペットと出会って、それからちょっと、もっと深く学びたいと思って芸大っていうところで高校大学でクラシックを学んでたんです、はい、でずっとクラシックを学んでたんですけど、はい、いろいろ作曲家の意図とかを組んでいくうちに自分の作品も作りたいって思い始めて、これは私の作品やりたいっていうのを周りの人にいっぱい言って、3ヶ月でいいから一緒に私の曲をやってっていう、本当は3ヶ月限定の企画というかだったんですけどもね。そうです。で当初はまあ僕はいなかったんですけど、途中から、うん、ギター募集みたいな、まあ、すぐなんですけどね、結成すぐ後から僕が入って始まったという、はい、うん、まだ3ヶ月経ってないのかというまだ3ヶ月経ってない時にやっぱりギターのサウンドも欲しいなって私がまたわがままで言い始めて、うん、ギターやってくれる人って募集したらミズが来てくれて、はい、もう今流行りのウェブですよ。そうです、ギターインターネット上で知り合ったんですか？サイバーですよ、悪く言っちゃうと出会い系ですよね現代的ですね。現代そうです、そうです、初めて、僕も初めて、はい、そういうので応募したの初めてで、はい、で一通だけ優しい返事が来たのがいろいろあって、そうですね、なるほど、彼らだったという。 その時にミズがですね、はい、アメリカから帰ってきたばっかりだったんですね。僕向こうに住んでまして、そうロサンゼルスに住んでたんで、はい、そうです。それでまあ活動場を日本に移したばっかりで、まあ、何か日本でもアクティブにやろうと思って探してたのが、そしたら、はい、その運命のネット上での出会いにより、はい、自らアメリカの楽しさをすごい聞いて、はい、あもう突き押しましたね、はい、はい、あそんな楽しい世界があるんだと。しかも私のやってる音楽は言葉とか歌詞がないので世界中でも活動できるんじゃないかなというのを思い始めて、なるほど、3ヶ月限定だったバンドがですね、はい、それを目標に活動をし始めて、はい、なるほど、
あの結成6ヶ月ぐらいの時にもうロサンゼルスでライブやってましたね。すでにもう倍の活動期間の時に外国でライブをしたんですね。外国でライブって夢だったとかそういうのあったんですか？そうですね、やっぱりその世界で通じるんじゃないかっていう、こう思いがあったので、それを実際にできたという。そして本当に世界中で音楽は世界の共通語なんだなっていうことを実感して帰ってきたので、また行きたいっていう思いと、もっともっと日本でもライブ活動したいという思いから、もう結成 3,4 年になりますね。はい、長いですね。はい、じゃあそれでは、早速ですがここで山崎千尋さんのデビューアルバム、グッドワンの中から1曲お聴かせください。曲紹介お願いします。それではアルバムグッドワンから本当のことお聴きください。はい、はい、そうなんですよ。曲中は、はい、こっちのユーストリームだけの。なるほど、皆さん、見ていただいてますか？すごいですね、世界中で見れる。そうなんです、もう検索すれば、ウェブです、ウェブの時代ですから。そうですね、現代ならではですね。そうですよ、僕ら始まりもそうですからね。あ、そうですよね、せっかくこうトランペットを持ってきたのが、こう目で見てくださってるっていうのはここのカメラだけですね。そうなんですよ、これって言ったら通じますから。そうですね、これです。ではちょっとトランペットの紹介とかしちゃいますかね。あの、なかなか間近で見ることがないと思うんですけれども、この楽器はあの、ここは取れるんですよ。これどこ取れこれで、あの唇で振動を作り出して音を出すんですね。こんな感じで唇吹けますか？すでにこれでも楽器みたいな。そうなんですよ、唇あんまり吹けないです。そうそうそう、なんかそれで音程を変えるみたいな感じで、うんと、みたいなことが自由自在にできて、これをメガホンみたいな感じで楽器につけると、っていうのが吹けるようになって、何も触ってないのに音程が変わるんですね。歌うようにすると片手でもファンファーレが、イエーイ、馬が出てきそう。そうなんですよ、できるんで、これは片手で吹いてますっていうのは映像じゃないと伝わらないですね。そうですね、今感動しました。そうなんです、こんなこともできるんで、ぜひ身近に感じてもらえたらなと。口笛のように音程を変えられるっていう、へえ、すごい、うん、あの本当のことの曲についてちょっと気になるんですけど、はい、あの曲中に早吹きとかの、はい、もうスタッカーとかいっぱい出てくるみたいなところがあるじゃないですか。はい、ここってあのやっぱりこう腹筋で切ってる、音を切ってるんですか？これはタンギグって言って、はい、舌でトゥ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 、カタカナで言うとトゥトゥ、リコーダーとかと一緒で。あ、やりました、はい、小学校の時に。そうです、それと腹筋も一緒に使って切ってます。腹筋も使うんですね。使いますね。割れてますか？全然割れてないですね。ちょっとインナーマッスルが。そうですね、腹式呼吸でやっぱり使うんで、はい、全身を楽器のようにして音を出します。へー、そうなんです、あのスタッカートみたいなところは、はい、実はメインのメロディーが隠されてるんですよ。隠されてる、あ、そうなんです、あの、そうなんですか？後からゆったりトランペットがメロディーを吹く部分があるんですけど、はい、実はそのスタッカートの裏でもうピアノはそのラインを弾いてるんです。へー、そのタイミングの時だけトランペットはそこの音を通るように、あのめちゃくちゃに書いてあるように見えるんですけど、はい、実はそのゆっくりのメロディーをのタイミングの時だけピタッと合うようにそこのところ点を通ってます。そうなんですか？はい、ちょっと秘密の本当のことです。これ難しいですね、話すのは。ちょっと、はい、もういっぱい聞いてほしいです。やっぱりオーケストラ
やってたからこう出てくるんですかね、うん、オーケストラってこう表題があってこう後から出てきたりするじゃないですか、うん、そうですね、その経験が生きてるみたいなところが、ね、そうです、すごい影響を受けてます。あ、うん、やっぱりそうなんですね。やっぱりバンド育ちの僕たちからは全然考えつかないような角度から曲作りがあったり面白いなと思いますね。そうなんです、すごい。PV でも本当のことを喋ってたりするので、ぜひ動画も見てくださいね。曲の後ろでね。そうそうそう。すごい秘密がいっぱいです。はい、今聴いていただきました曲は山崎千尋で本当のことでした。いやもう爽やかで、もう聴いた瞬間にこうなんかちょっと青春を感じてしまったんですけれども、この曲には私の印象とは別にどういったメッセージが込められているんですか？はい、この曲は、はい、あの本当のことは一回では伝わらない、そういう思いを込めて作ったんですけれども、なので仕掛けが実はいっぱいしてあって、はい、あの言いたいこと、メインのメロディーはずっと流れてるんですけれども、はい、それが見えにくくなったり、いろんな装飾がついて、言葉もそうですけど、あのいろんな装飾がつくと伝わりにくくなったりするんで、あのそのことを全部ひっくるめて本当のことっていう曲にしました。なるほど、タイトルがカタカナじゃないですか、はい、うん、っていうのは何か意味があったりするんですか？これはなんか本当のことっていうの、本当のこと、なんかこうもっとリアルな会話から出てくるような、はい、ニュアンスがいいなと思って、本当のことはねって喋りかけるようなあの曲にしたいなと思ってそうしました。なるほど。なんかちょっと流行っちゃってて、それが、はい、ね、メールのやり取りそうカタカナ どこにするみたいな、どこにするのかとかカタカナ、なんかちょっと片言みたいな、そうですね、イメージ受けますよね。なんか先ほどちょっとお話がこう出演前にあったんですけど、はい、ちょっとハーフっぽいですね、うん、みたいなのもあって、よく間違われますか？間違われます。でも純粋な日本人なんですけどね。だってコンビニとかでもあのちょっとあの音楽とか聞いてね、あの向こうの返答、返答しないと僕はこうジェスチャーで、あー外人さんだなっていう、すぐに切り替えてくるもんね。そうなんですよ。だからもうちょっと英語ちゃんと勉強しようかなと思います。あ、これをきっかけに、これをきっかけになりすましができるぐらいこうやろうかなと思ってます。だから英語では普段はライブやってないってことなんですね。そうです。あの海外では、はい、あの MC を全部丸暗記して、あらかじめ用意して、そうです。その英語の先生がここにいらっしゃいます、ね。水先生。さすが。そうです。そうやったりあのレッスンしたりとか。そうなんです。海外経験が長いだけ。そう。ありますね。まあでも、うん、基本言葉よりはね、音楽直接伝わりますから、それで言ってますけど。今いいことが。いいこと言ってましたね。海外でそのことに関連して、はい、海外でライブなど経験して、はい、こう感じたこととか。勉強になっていることとかあればお聞きしたいです、うん、やっぱりですね、先ほども言ったように世界共通語なんですよ、音楽は。なので、うん、あの心と心でそのまま直接通じ合える、そういうなんかすごい力を持っているものだなっていうのを改めて実感しますね、海外に行くと。でお客さんも素直で、こう良ければわーってなって、はい、あのよかったよってすごい言ってくれるんですよね。それがまた楽しくて言ってしまう。そうなんですね。海外でこう、はい、言葉いらないなって思った瞬間ってどんな時がありますか？私が英語が達者じゃないので、はい、もう吹いてコミュニケーションを取るしかないので、はい、次のバンドの人がなんかいろいろよかったよなんとかだよって言ってくれて、じゃあ次も乗んなよって言われて、お私も参加した時ですね。あ、音楽で自分が出演する以外のところでも、そうですそうです、それでコミュニケーションを取って仲良くなるっていうのが、はい、すごいですね、はい、なんとなくこう自分が次に出てって言われてることは分かって、そうですね、次も出るっていう、はい、あ、すごいですね。本当に共通言語なんですね、うん、本当になんかあのライブ前もちょっとプロモーションしようって、はい、ライブをやるぞっていうところを知らしめるっていうか、うん、お知らせするときに
店の外に出て吹くんですよ、うん、そうなんですよ、それだけ、そう、それで人集まって、はい、行けるんですよ。あ、じゃあもうやりますって言ったり看板があったりする必要はなくて、はい、ちょっと吹くだけで、うん、そうですね。へえ。なぜかファンファーレ吹くと、はい、みんなおーって言ってくれるんです。終わると終わると、はい、ファンファーレで盛り上がるんですよ。そうなんですよ。やっぱちょっと人間の血が湧くような音になってるんでしょうかね。そうそうそう、すごいよね。すごい、うん、それはいいですね。あの、気になっていることがあるんですけども、はい、影響を受けたアーティストや、はい、その楽曲とかってあるんでしょうか。あります、たくさんありますね。これはなのでいっぱい書いてくださいトランペッターで言うとクラシックのモーリス・アンドレーは神様のように大好きで、はい、であの、まあ、ベイカーブラザーズとか、あとあの両方ジャズもクラシックも含むマルサリスっていう人も大好きなんですけれども、はい、その他に私は映画音楽からもかなり影響を受けていて、あのジョン・ウィリアムズさんっていうハリーポッターとか最近の映画も全部書いている人、それから久石譲さん、坂本龍一さん、菅野陽子さんとかも大好き で、 であの私の曲っていうのはこう見たものとか感じたものを書きたいっていうのもあってですね、影響を受けたアーティストと言われたらピカソ、ガウディ、シャガールというこう、はい、あの絵画を描く人からもかなり影響を受けています。でピカソなんかもあのやっぱりその時代生きていた、同じ時に生きていた音楽を書く人、クラシックの人なんですけど、ともかなり深い影響をし合っていて、はい、同じもうなんていうんですかね、サロンでこうコーヒー飲むようなところで一緒に談義をして、次のオペラの舞台セットを作ってくれたとか衣装を考えてくれたとか、そんなことにもピカソは参加していたり、あとはなんかこう絵だけじゃなくて立体も作ってるんですよ。なんかヤギの、はい、ヤギのこんな像とかでそういうのもあって、はい、私もあ自由に表現していいんだなって思ったこととかをこう、そういう面での、はい、すごく影響を受けてます。そうなんですね。そうなんです。そんな影響を受けて、はい、こう作りたい曲とかができた時に、はい、楽曲制作についてこだわりとかあるんですか。はい、そうですね、そのかなり音で遊んでいると思います。あの遊んでいると思いますと、はい、本当のことってさっきの曲だったら、あの大きなメロディーの中に、こう私の吹くところはもう羅列、音の羅列がいろんなところに飛び散っているんですけど、実は同じタイミングだけは大きなメロディーを吹いていたりとか、おあとあの何て言うんですかね、オハイオ州をテーマに書いた時はオハイオ州、オハイオのなんていうんですかね、そのアルファベットからキーを決めたり、はい、なんかそういう暗号みたいなのはたくさんあの使ってます。あとこうピアノで弾いた時に、はい、じんわりこう上から見たら音が広がっていくように音を並べたり、そういうなんかこう遊びは、そんな遊び実はこういろいろ秘めて遊んでます。それこそ本当に立体的な音楽なんですね。そうですね、そうだから何回も聞いていろいろ謎を発見してくれたら嬉しいなと思います楽譜を見るとなおさらわかるみたいなのはあるんでしょうかね。そういうのもあると思います。じゃあ楽譜起こしもしたくなっちゃうような曲ですねそうですね、いろ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 やってますね。おー、そんな、はい、山崎千尋さんは2月12日にデビューアルバム、はい、グッド1が発売なんですよね。そうです、発売しました。このアルバムのコンセプトはどんなものなんでしょうか。これはその昨年に山崎千尋プラスルート14バンドとしてですね、アメリカを全米を渡るツアーをしたんです。はい、でそこで訪れた1都市1都市に対して1曲ずつ曲を書いた形でグッド1っていうアルバムが出来上がりました。でハバグッドワンってこう良い一日をみたいな、そうなんです、ハバグッデイとかハバグッドワンっていう、はい、言うんですよね。そうそうそう、なんか日本の教科書では教えてくれないですけど、なかなか出てこないですけどね、一日1回は聞く、必ず聞く言葉なんですよ。そうなんですか。はい、グッドワンっていう、なのでその皆さんに良い一日をっていう意味を込めてカラフルなアルバムにしました。お、カラフルなアルバム、はい、音楽に視覚的な表現ってすごい素敵ですね。聴、うん、いていただいた人にもこう新しいイメージの世界を膨らませながら、
新しい物語とかも作ってもらったらすごい嬉しいですね。はい、なんか一曲一曲にこう週のイメージがあって、そうですそうです、しかもさっきおっしゃっていたような遊びも全部の曲に、はい、大体ありますね。うわ、はい、でも解析が働くようなもういつか裏ライナーのを使おうかなと思います。種明かし、種明かし、種明かし、あ、それはもうぜひやっていただきたいですねねえ、本当にそこから音楽に詳しくなれるようなそうですね、そんな聴き方も新しい楽しみ方としていいかなと思います。じゃあ、 まあ最初は、はい、音を聞いて、はい、曲の雰囲気で楽しみ、うん、その後は仕掛け遊びで、うん、はい、楽しむ、またより深く聴いていただけるんじゃないかなと思います。私も全曲聴いてみたくなりました。あ、ぜひ。そろそろ残念なんですけれども、うん、お別れの時間が近づいてきました、はい、ね、俺全然喋ってないですけど大丈夫じゃあ今もっと喋ります。いやいやいや、もう本当です。もう本当に春なんで綺麗なまま終わらせて汚くないです申し訳ない。ここで山崎千尋さんの今後のスケジュールを教えてください。はい、早速ですが、明日、うん、4月5日土曜日、そして4月6日日曜日、うん、足立区舎人公園にて春の花火と千本桜祭りというお祭りに出演します。朝10時からです。はい、本当お花見を楽しもうというあのイベントで、あのルート14バンドと一緒にガツッと、じゃあバンドで僕らも出ますね。はい、じゃあお会いできるんですね、明日行けば、ね、ぜひ生音で聞いてください。でその他ですね、詳しくいろいろ4月そして5月の予定をホームページにたくさん記載してますので、山崎千尋で検索していただけるとたくさん出てきます。6月には、デパペペのアコースティックギター、はい、三浦くんと、うん、そして園田バンドとインストバンドの園田亮というピアノのこと、はい、そして私山崎千尋で3人で新しい企画を企てっていう、それもあの神戸、大阪、東京ともうライブ決まってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。ありがとうございます。では本日の感想と全国のリスナーの方へのメッセージを改めてお願いいたします。いや、楽しいですね、ここは。あ、本当ですか今日本当に楽しかったです、ありがとうございます。あのぜひ思いがたくさん詰まったこうカラフルなアルバムグッドワンを皆さんに聞いていただきたいなと思います。ぜひ近くでライブしている際には遊びに来てください。水さんももう全く一緒ですね楽しかったです、本当にありがとうございます。もう私が多分一番楽しんでた。よかったです、はい。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、山崎千尋のデビューアルバム「Good One」から山崎千尋で「Long Way」。今日のウィークリーパーソナリティはトランペット奏者の山崎千尋さんと、ルート14バンドのギター水さんでした。どうもありがとうございました。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、今週は私亀津美優がご紹介いたします。今日紹介する映画はリベンジマッチとアデルブルーは熱い色の2本です。今日の夕刊でも2つとも紹介されています。はい、それでは早速リベンジマッチから紹介しましょう。2人はずっと気になっていて白黒はっきりさせたいことってありますか？あります。お、即答。すごいどうでもいいことなんだけど、私自分が花粉症なのかが、すっごいはっきりしてほしいんですよ。どっちなんですか？なんか花粉症って診断されたことはあるんですけど、年によって、いや別に花粉症じゃないよって言われることもある。でも花粉症って治らないのが、そうって言われてるじゃない？でも私治った。治った？何なの？何なの？治った。あ、はっきりしないものなのかな？思ってるのかな？なんか自分で治ったと思ってる。鼻、目とか鼻とか。なんか来るんだけど、なんか外に無理やりそれでも出て走ってたりとかするじゃん。だからそうするとなんか免疫力がついてすごい。治れるようになるの。すごい。うん、なんかその方法を試してみながら一番、じゃあ私も外で走る、グレーゾーンですね。はい、今回紹介するリベンジマッチは1980年代の伝説的なボクサー2人の話なんですが、この2人の現役時代の対戦成績は1勝1敗。そんな2人が決着をつけるために30年後に対戦することになるんです。かつてプロボクサーで永遠のライバルでもあったヘンリー・シャープとビリー・マクドネンは1勝1敗の決着をつけるべくタイトルマッチで勝負する予定でした。ところがヘンリーが突然タイトルマッチの前夜に引退してしまったため決着をつけることができませんでした。しかし30年の月日が経ち、貧乏生活を強いられているヘンリーとすっかりメタボリック体型になってしまったビリーが決着をつける日がやってきます。2人のプライドと人生をかけた勝負がリングの上で始まります。ヘンリー・シャープにはロッキーのシルベスター・スタローン、ビリー・マクドネンにはタクシードライバー、ゴッドファーザー、レイジングブルのロバート・デ・ニーロ、ボクシング映画の名作と言われる2作品の主役が夢の共演です。リベンジマッチは本日4月4日より丸の内ピカデリーほか全国ロードショーです。ぜひ皆さん見てください。続きまして紹介するのはアデル・ブルーは熱い色。二人は同性を好きになったことってありますか？ありますか？ストレート、ね、ありますとか言ったらちょっとびっくりしちゃうよね。でも好きな女の子のタイプとかもありますよね。そうだね。ある。私ね、女子校出身だから、あったよ、そういうの。本当に？ほら、男役、王子様役とかをお芝居でやる女の子がいて、みんなチョコレートをその子にバレンタインにあげたり。ガチじゃん。ガチだよ。すごい。そうなんだ。ありましたね。へえ。すごい。それはすごい。女の子の好きなタイプ。好きなタイプね。そうだな。でも天然な人が好きかな、結構。あ、カムちゃん。うん。うん、なんかほわんとしてて、あ、いいなって思っちゃう。ルンちゃん、ちょ、なんか超好みのタイプ。あ、そうだ。そう、もうルン、もうね、思った恋人にしたい。やだー、どうしよう。考えててください。考えてて。昨年のカンヌ国際映画祭で最高のパルムドール賞を監督だけではなくカンヌ史上初めて俳優として主演の2人も受賞したことで話題の映画です。デートの途中でブルーの髪の女に目を奪われるアデル、翌日偶然入ったバーで再びブルーの髪の美学生エマを見つけ、その後は週末に美術館でクールな会話や公園でランチをしたりとお互いに惹かれ愛し合っていきます。数年後教師となったアデルはエマのモデルもしながら彼女と一緒に暮らしていましたが、ある日エマの絵の披露パーティーで画家であるリーズとエマの関係に不安を抱きます。さてその結末は。アデル役のアデル・エグザル・コプロス、エマ役のレア・セドゥ、2人の官能的なラブシーンに世界が注目します。アデル・ブルーは熱い色は明日4月5日より東京ファイトナインほか全国順次ロードショーです。うちも気になりますね。そうですね。ルちゃん大丈夫か？ごめんなさい、心配です。無理しないで、無理しないで。発症してきた。ちょっとね、夜になると出たりするから。さ
さて、そんなるんちゃんが心配なんですけれども、はい、2つ2本の映画見に行ってみてください、はい、というわけでそろそろ番組もエンディングなんですけれども、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までjp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-6457-1462、東京03-6457-1462へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、というわけで、はい、うん、るんちゃんの心配しつつ大丈夫だった、エンディングですね。はい、そうですね、明日ですね、東京タワー。そう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 。そうだそうだよ。そうなんです。明日東京タワーで。はい。第1回目の公開収録ということなので、はい、楽しみ。うん、うん、私も見よう。ぜひ来てほしいね、いろんな人にね。そうぜひ、いろんな人に、うん、足を運んでください。はい。なんかいろいろ今日全然ツイッター紹介してないから、うん、教科書読んでないよ。教科書？教科書読んでるって言われてるの？亀吉ってなんかあれだね、うん、おせんべい屋さんみたいなのだな。亀吉ってね、なんか大学の先輩も結構なんか突然呼んでくるんですよね、亀吉って。へえ、そう、みんな亀ちゃんなのに絶対一人はいるんですよね、本当に。亀吉っぽくないと思いません？うん、もう亀ちゃんって呼んでください。呼びます。あ、本当にね、かわい、本当にさ、さっき好みのタイプの話あったでしょ、うんうん、その時にちょっとね、亀ちゃんっていうか迷った。だからこうってこうみたいな、そうだね、ちょっと三角関係がこうね、私が亀ちゃんで亀ちゃんがるんちゃんみたいな、そんな関係に注目、ね、ちょっとお待ちしてます。来年だよもう。あ、そうだそうだ、もう1年以上先だよ。あ、そうだそうだ。亀ちゃんはチョコが好き？もう大好き。チョコが好きということで、もうさっきもコンビニで買ってきちゃった。さっきもらいました。あ、そう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 、やった。そう、抹茶味。ごめんねるんちゃん、うん、ちゃん、まあ、間に合わなかった。お、あるかな。フランス、フランス語じゃないね、フランス語ってちょっとね、さっき津軽弁の話思い出しちゃった。あ、うん、よかったね。なんかさ、今すぐ使える津軽弁とかないの？ヘバナー、バイバーイ。ヘバナー、ヘバナー、え、ヘバナー、いいねそれ。そう、ヘバナーイコールバイバイっていう意味。へえ、そう、そうなの。ヘバナー、でも皆さんも他には、え、あとね、え、なんだろう、いや、やっぱりダベとかは全然基本使う。お、うん、なんとかダベ、ダベ、そう、ダジャーとか、そうだよって、うん。じゃあそのセバナをみんな覚えてください。はい、はい、というわけで今日のお相手は第13期シーサイドイメージガールの亀津美優と、同じく遠山瑠璃と、メインパーソナリティは服部あゆみでした。よい週末を。よい週末を。ヘバナー、ヘバナー。はい、それではお台場 TV をご覧の皆さんにはもう少しだけお付き合いいただきます。はい、はい、うん、すごい緊張したわ今日は。あ、ね、大丈夫？大丈夫、うん、大丈夫。鼻水出たんでしょ？そう、鼻水出たの。花粉症だからね、ちょっとね、花粉症ってさっきね、白黒はっきりの時に言ったの。あ、花粉症なのかな、それは。だといいな、うん、なんか嫌じゃない？悲しいと思って涙が出ると思ったら鼻水こっちで。ちょっとね、やだよやだよね。もう感動の映画とか見に行けないからね。X ガール、X ガールカメちゃん、これか、これだね。あ、本当だ、これだこれだ。そう、ワンピースなのです。これ今日なんかパステルだねみたいな話をしてたんですよ。そしたらるんちゃんがちょっとセクシー、だって信号機じゃない？信号機、まあ確かに。あ、そうしとこう。私真ん中の方が良かった。白黒はっきりさせよう。中間色どうしたらいいのみたいなね、なっちゃいますけども。ね、あ、と、明日タワーまで見に行きますね。だって本当に気をつけて来てください。そう、はい、お待ちしております。はい、2人がね、ね、るんちゃんは明日にはもうきっと治ってるかな、声も治って。そうですね、といいです。いいですね、それだとね。なんか他に面白いことみんな言ってないかな。でもいっぱい大丈夫かな、うん、うん。
るんちゃんさっきプレゼンで、うん、語尾ちゃんとワンにしてって、うん、ワンにしてってのがあって私も聞きたいなと思ったのでサービスしてください。なに言えばいいのさっきの。そう、何ワンってワンって言って、嘘でしょ。もう結構ね恥ずかしがりじゃあ無茶ぶりしようと。めっちゃ頑張ったの。そうか、本当に。じゃあお預けお預けか今日は。みんなぜひ行ってみてください、はい、ワンワンルンちゃんのサービスもいただいたところで、はいはい、今日のさ終わりの言葉はヘバナにしませんか。そうだね、そうですね、そう思った、はい、聞いて。そうね、じゃあ、うん、今日は今日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの、ヘバナー。